スノーマン、メメ阿部、目黒蓮と阿部亮平、ドラマ、トリリオンゲーム、撮影現場での驚きの展開告白。10月12日放送の、スノーマンの元のまんま、文化放送、では、阿部亮平と目黒蓮がパーソナリティを担当。阿部が目黒のドラマ撮影現場で驚いたことを明かした。7月期放送の目黒主演のドラマ、トリリオンゲーム、TBSK の撮影と放送が無事に終了したということで、阿部は目黒に、お疲れ様でした、と声をかけ、前週のラジオ放送で、深沢達也が、トリリオンゲームの撮影現場を訪問したことを明かしていた目黒は、阿部ちゃんも来てくれたんです、と伝える。阿部は、すごかったよね。びっくりしたもん、と現場で驚いた出来事を報告。仕事帰りの移動車の中で、ちょうどトリリオンゲームの放送を見ながら、目黒とやり取りをしていたところ、場所が近かったということで、ちょっと行っちゃおうかな、というノリで撮影現場を訪問。